今回は介護に学ぶシニアのおもてなしマーケティングという本を読みましたので紹介させていただきます。一章。これから日本は急速に老齢化する。65歳をきっかけにライフスタイルが大きく変わる。未来のシニアマーケティングは消費に消極的なシニアにどうアプローチするかにある。シニアの加齢現象は不可逆的なものと知る。シニアの行動様式を変えない。こちらが変わる。 認証は身近なものとして理解する。介護ばかりがシニアビジネ,シニアビジネスではない。第2章。シニアに対しては若いと褒みつつも年相応に対応する。シニアビジネスは使いやすい、買いやすいの2つの安さのビジネス。シニアには一括りにできない多様性がある。シニアは物を持っている。時間はもっと持っている。 シニアの老後はいつ終わるかわからないから消費にはシビアである。シニアは車移動から徒歩に変わると証券が一気に狭くなる。第3章。シニアは昔ながらの味が好き。シニアだからといって健康志向の食事が好きとは限らない。女性のシニアは有望なお客様である。シニアの客観的な時間と主観的な時間を合わせる。 シニアの強いこだわりは変えられない。シニアの残存能力を大切にする。シニア向け製品開発の鍵はこだわりと残存能力にある。第4章。街中の小さなスーパーはシニアを大切にすることがこれからの生き残り戦略になる。シニアが転倒しにくいお店にする。シニアには店舗内の高いところにあるサインが見えない。陳列のシルバーゾーンは 110cm から 80cm。店舗改修や棚割りの変更はなるべくしない。レジ会計の時にはシニアを焦らせない。休憩エリアはレジ前に椅子を置くだけでも良い。生活、清潔感は不可欠。トイレはこまめに掃除する。子供が遊べるエリアを設ける。第5章。シニアを引き付けるには15秒以上必要である。 ポップは情報量を少なくする。シニアには真っ先に声掛けして関係性を築く。シニアが集う,集うところで集客する。反則物は実際に判断するシニアに向けて作る。シニアは自分の年齢を実際より10歳下だと思っている。ネット通販は電話で受け付けられるようにする。ウェブサイトは動きを少なくして見やすくする。第6章。 シニアの一人一人を大切にする。シニアの話はあまりわからなくても想像力を持って理解しようとする。やってやったという気持ちはシニアに簡単に伝わり不快にさせる原因になる。シニアには優しく話しかける。傾聴のポイントは、要約して返事を返すことになる。口コミの基本は私も使っています。第7章。シニアが切れやすいのは、 あなたが勘違いしている可能性もある。シニアのクレームは前者の学びとして受け入れる。シニアは分かっていなくても相手と話を合わせようとするから気をつける。シニアの物忘れは指摘せず気づかないふりをする。シニアの何でもいいよは当てにならない。シニアに確実に覚えてもらうためには筆算を使う。稀に文字が読めないシニアもいるので気をつける。 はい、以上になりますのでよかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。